黒ラカラスザメエトマプターススピノークスはカラスザメ科に属するサメの一種。北東大西洋では最も普通に見られるカラスザメ類である。深度70から2490メートルに生息し、全長45センチメートル程度。体色は茶色だが、覆面は明瞭に黒い。体は頑丈で、骨頭は比較的長く、エラ列は非常に小さい。 他のカラスザメ類同様に多数の発光器を持ち、カウンターイルミネーション、外敵からの防御、種内コミュニケーションに用いる。幼体は、オキアミやコ型の甲骨魚、生体は、イカやエビを食べる。成長と共により深い場所に移動する。本種を用いて、毒性物質に対する深海ザメの防御反応が、かなり明らかにされている。様々な寄生虫の宿主となる。 卵体制で産出数は6から20。2から3年おきに繁殖する。漁業価値はないが、多数が混獲されて捨てられる。IUCN は保全状況を軽度懸念としている。レポワソンズによるイラスト。1758年、自然の体系第十版において、カール・フォン・ギンネによって、スキラス・スピノークスの名で記載された。タイプ標本は指定されなかった。 種庄名スピノックスは背びれに棘があることに由来する。その後、コンスタンティン・サミュエル・ラフィネスクが命名したエトマプタース・アキアリアタスが本種のシノニムであることが分かり、本種はエトマプタース族に移された。かつて本種は不規則に並んだ針状の川場を特徴とする主群に入れられていたが、この主群は系統関係をあまり反映していないことが分かっており、現在は カリブカラスザメ、ニセカラスザメ等を含むクレードに位置づけられている。英名のベルベットベリーは体の他の部分から線引きされた黒い覆面がベルベットのアテヌて出で折ったように見えることに由来する。東、大西洋のアイスランドノルウェーから地中海、アゾレス諸島、カナリア諸島、カーボベルでガボンまで分布する。南アフリカのケープ州からも報告がある。 主に大陸方の外縁から大陸斜面上部に生息し、泥や粘土質の低層から中層まで見られる。通常は震度200から500メートルで見られるが、ロックオーウルトラフでは震度500から750メートルで捕獲される。最朝で70メートル、最深で2490メートルから報告がある。覆面が黒いことが英明ヴルベットベリーの由来である体は眼強で、 幅広くて平たく中程度に長いフンを持つ。口には薄くて滑らかな唇がある。上顎歯は小さく、細く尖った戦頭と三体以下の小戦頭を持つ。下顎歯は大きくて、強く傾き、波状の戦頭、左右の歯と結合した基部を持つ。エら列は五体で小さく、噴水口と同等の大きさである。二基の背びれの全部には、頑丈で溝のある棘を持つ。 第二背びれは、第一の2倍程度の大きさで、棘も第一より長くカーブしている。第一背びれは胸びれ、第二背びれは、腹気の直後から起死する。胸びれは短くて丸い。尻びれはない。尾は細く、尾ひれは長い。尾ひれ下葉は小さく、上用は低くて先端に、明瞭な血黒がある。皮葉は薄く、先端は、針状となり、間隔を開けて、 不規則に並んでいる。背面は褐色で、覆面に向けて徐々に黒くなる。薄い黒い模様が腹びれの上部と後部、そして尾ひれに沿って存在する。青緑に発光する多数の発光器を持ち、3から4メートル先から視認できる。発光器は、体側、覆面の9箇所にわたって散らばっており、本種特有のパターンを構成している。これらには、 側線に沿って存在するもの、口を覗いた頭部の下側に散らばるもの、覆面に均一に存在するもの、胸びれの周辺、小柄の下に固まるものなどがある。最大で6 0トルになるが、4 5トルを超えることは稀である。メスはオスより大きい。ホルマリン固定された標本、黒口やモリザメ丸バラユメザメとともに、 北東大西洋で最も豊富な深海ザメの一種である。単独化、小さな群れを作る。地中海での調査では、オスよりメスの方が個体数が多く、この差は年齢とともに拡大することが分かった。ロッコールトラフトバレアレス海では、大型の生態が幼体よりも深い場所に生息することで、種内競争を減らしている可能性があるが、この生息パターンは、 地中海頭部など他の場所では観察されない。肝臓は体重の17%を占め、その3、4が肝油である。これにより、海中で中性浮力に近い状態にある。深海の高い重金属濃度に対処するため、本種は血中の T 細胞によって毒性物質を特定して排除していることが分かっている。これらの T 細胞は、 食道に存在する軟骨魚類特有のリンパ骨髄系、腺器官、大理秘器官において生産される。肝臓でも特殊なタンパクがカドミウム、銅、水銀、亜鉛や他の毒性物質を包摂して排泄する。生物発酵は下にいる捕食者に対して自身の影を消すカウンターイルミネーション効果があると考えられる。また、 特定の発光パターンで異性を誘引するようなコミュニケーション機能があるかもしれない。本種は他の大型魚やサメ類の重要な餌となっており、主要な捕食者としてガンギーエイのディプトゥーリスオクシリンカスがある。背びれのトゲ付近に寄生したアニラズマスキラッコラ。寄生生物が見られる頻度は高い。多くの寄生虫が知られており、生体、幼体ともに、 重度の寄生を受けている例が多い。内部寄生虫として、単焦類のスカロンコカータリースピーナシー、常駐のエイプリンカスノービジカスレイシーストリンカス、テナウィスフィリバトリアムスキリー、アニサキス類のアニサキスシンプレックス、ヒステローゼレイシームアダンカムがある。これらは、本種の餌を中間宿主としているものから、本種自体を中間宿主とするものまで様々である。外部寄生虫として、 背びれの棘の生え際に寄生する、エボシガイメのアニラズマスキラッコラがある。この生物は筋肉に深く侵入し、同所に第二の個体の寄生が見られることもある。寄生によって、宿主の生殖器官の発達が阻害され、繁殖力が減少することがわかっている。ジェネラリスト捕食者で、甲殻類、頭足類、甲骨魚を食べる。イタリア沖では、少量の線形動物、 タモ類、軟骨魚類も食べていた。ノルウェー、ポルトガル、ロッコーオルトラフでの調査では、27センチメートル以下の小型個体は主にオキアミ類のメガニークティファニース、ノーベジェカとキューリエソ属のモーラリカスムアリリーを食べていた。成長すると餌の種類はより多様になり、イカキタシライビエムムアリリー以外の魚なども食べるようになる。小型個体は泳ぎが遅すぎ、 素早く動くイカを捉えられないのではないかと推測されている。生態の捕食する頭足類は丸バラ夢ザめと重複しているが、丸バラ夢ザめはより深い場所に生息することで競争を回避している。本種の工合力は 1N 程度である。卵体制で肺は地球内で孵化して卵黄で成長する。繁殖周期はおそらく2から3年で、 排卵は初秋に起こる。受精は夏だと考えられるが、メスが生死を蓄えられるならば、冬に起こる、可能性もある。出産は、万頭から初春に行われる。妊娠期間は一年以下。産子数は六から二十で、母体の大きさにつれて増加する。出生時は十二から十四センチメートル。発酵期の形成前から、胎児の卵黄脳が傾向を放つため、母体から、 抵抗物質が胎児に移行している可能性がある。最初の発酵組織は 55mm の大きさの胎児から出現し始め 95mm で完全な発酵器の配列が完成する。出生時には覆面の80%においてカウンターイルミネーションを行うことができる。成長は遅いが、もみじザメやふとつのザメなどの他の深海ザメよりは早い。 オスは28から3 3ンチメートル、メスは34から3 6トルで生成熟する。この大きさになるまでに平均でオスは4.0年、メスは4.7年かかるが死ゆともに4歳で成熟している個体や8歳で未成熟のメス個体も確認されている。最高でオスは8歳、メスは11歳の個体が捕獲されており潜在的には オスで18年、メスで22年ほど生きると推定されている。分布域の全域でエビロブスターを狙った底引きもやた魚を狙ったハエナーによってかなりの量が混獲されている。稀に塩漬け、干物や魚粉に加工されることはあるが、通常は商業価値はないとみなされ捨てられる。この過程での死亡率は極めて高い。個体数が 分布域の大部分で安定しており、2005年に地中海での1000メートル維新での底引き網が禁止されたことで、ある程度な保護が行われているとして、IUCN は全体としての保全状況を軽度懸念としている。だが、北東大西洋では、1970年から1998から2004年の間に個体数が20%減少しているため、純絶滅危惧とされている。 繁殖力は低く、個体数の回復は遅い。ありがとうございます。